この忙しい時に何用じゃ。長城殿、怪しげな薬を流布しているのは貴殿ですな。もはや言い逃れはできませんぞ。すでに妖魔と化しておったか。礼儀をわきまえぬやつよ。土産もなしに勝手に乗り込んでくるとは。土産がないなら代わりにそなたらの気をいただこうか。盾，我们人好多、啊，那么盾。是没打了，白弄。
中毒。つまりだ。待て、望みは金か宝か女か、弾薬かなら半分やる。うん、あこれだけあれば千年の帝国も築けよう。何者かに先を越されたようだ。これより天下はさらに荒れることになろう。これも天意か。よかろう。ならば戦い抜こうではないか。乱の日が絶えるまでな。一介の臣たる身の上に甘んじるはこれまでよ。艦長すでに凋落し、天下を治める力なし。なれば我こそが悪しき旧態を打ち破り、世に安寧秩序をもたらさ。今より求めるは清濁問わず最略のみ。共に修羅の道を歩みたくば、いつでもこの勧誘を尋ねよ。炎をまといて天へと飛翔しようぞ、朱雀のごとくな。戦は近いぞ。本所と共に準備を急がねば。毛徳、ようやく腰を上げたか。俺たち兄弟の出番がやっと回ってきたな。長女を亡き後、弾薬は忽然と消えてしまいました。時を同じくして非道を厭わぬ董卓が強大な兵力で都を制圧します。袁紹と曹操は董卓と弾薬のつながりを疑い、これを討つべく立ち上がりました。二
二つの小星に導かれ、あまたの輝きが集結し、全18軍にも及ぶ反董卓連合が結成されました。本将、勝てるぞ、この戦。うん。諸軍、今こそ艦賊、董卓を撃て！総攻撃だ！いつぞやの。ん？こたびも存分に手柄を立てるがいい。敵も強兵でな。高将と申したか。お主は怪我人の救護に当たってもらえぬか。弾薬とともに竜に逃げろと。はっ。この両船が敵を止め、時を稼ぎましょう。任せたぞ、呂布。すごい数の怪我人のようね。手当ては私に任せて。孫権殿がこの先で奮戦されていると聞いたわ。あなたなら駆けつければ力になれるかもね。消えた弾薬、行方を探るには再び洛陽に行くしかなさそうね。長城のもと行方を探る。あなた方が去られた後、洛陽は大きな波乱に見舞われました。董卓という男が武力で都を占拠してしまったのです。董卓がなぜ急に力をつけたか、理由は定かではありません。この古老館は洛陽につながる道を塞ぐ関門。董卓の兵も必死の防戦の構えです。董卓を甘く見ては痛手を受けましょう。お気をつけください。董卓を甘くお気をつけください。